リウマチ学は関節痛などを主な症状とする抗原病、リウマチ関連疾患を主に研究診療する内科学から発展していった医学の一分野である、整形外科学と連携して治療にあたる。1940年にリウマチ専門医という言葉がベルナールコンロによって考案され、リウマチ学という言葉は1949年に ヨゼフ・エル・ホーレンダーの教科書で初めて用いられた。リウマチ学は、全身性エルテマ等です。関節リウマチなどの、いわゆる抗原病を中心に扱う学問分野である。リウマチ学と同義の言葉として、抗原病学というものが存在し、両者ともに現在でも用いられる語である。日本では、校舎の方が好んで使われる傾向にあり、逆に欧米には、 抗原病学に相当する言葉はない。そのため、日本では、いわゆる抗原病を扱う病院の診療科として、リウマチ科、抗原病内科などの名称が混在しているが、扱う分野に大差はない。リウマチ学は多彩な全身症状をある一つの観点から系統を立てて説明する学問分野である。そのため、抗原病の理解には、内科学に関する広範な知識が要求される。 20世紀初頭の内科医、ウィリアム・オスラーは、スルは内科学の神髄であると語っている。リウマチとは古代ギリシャにおいて、ロイマという言葉から発生したもので、この頃の人々は脳から体液が下の方に流れ、訴えすると主張や発赤をきたすと考えられていた。体の中の悪い液体が疾患を引き起こしているという考えに基づいたものであり、 当時の人々が非常に高度で複雑な概念を直感的に理解していたものと言える。ロイマという言葉は遅くとも、西暦100年頃には使用されていたという。また同じ頃、インドでは、すでに関節リウマチの臨床所見を正確に記載した文献が出ている。リウマチの原因は長らく不明だったが、1998年、米国と日本で、破骨細胞分解医師が、 それぞれ別個に発見された。これを通じて免疫系の異常が余分な破骨細胞を生んでいることが分かった。この破骨細胞が悪さをしてリウマチの症状をもたらす。骨の代謝と免疫系はこれまでは無関係だと思われてきたが、これ以降では骨の代謝と免疫学の関係が重視されることになった。両者は多くの因子を共有して、両者は共に 細胞群が骨髄で作られる。この分野の研究は骨面液学と呼ばれるようになった。研究が進むにつれてインターフェロンや増血幹細胞も関係していることが判明した。この分野の近年の研究の発達は目覚ましい。研究は日本と米国が最先端を切っているが、日本では高柳博史の業績が著名である。詳しい情報は、 高柳のサイトで公開されている。抗原病の証拠を残す最古のものが、アメリカテネシー川近くで発掘された、紀元前4500年頃のインディアンの人骨に残されている。このインディアンは、関節リウマチにかかっていたと考えられている。紀元前500年頃すでに柳の木の皮から得られる成分、サリチンが発見され痛み止めとして使用されていたらしい。 このサリチンは後に19世紀後半に科学者によりアセチルサリチル酸に合成され、1世紀以上にわたって鎮痛薬の主役を務めることになる。紀元前400年頃、ヒポクラテスの文献には関節疾患の記載がある。紀元前50年頃に活躍したユリウスカエサルは関節炎にかかっていたと考えられている。リウマチという言葉は、 ヨーロッパで古来より関節を犯す疾患を総称していて、現在ではリウマチ熱や関節リウマチといった疾患等の名前に残っている。ルネッサンスを迎えるとギヨーム・ベイルーは初めてリウマチが全身の筋骨格の症候であると述べた。通風は古来たの関節炎と分けて語られることはなかったが、トーマス・シデナムが初めて通風とリウマチ熱等を分けて記載した。 さらには慢性化する、リウマチ熱があると述べており、これは現在の関節リウマチに相当すると考えられている。15世紀後半頃には、キナの皮から得られるキニーネがリウマチの治療に用いられ始め、現在の欧米でのヒドロキシクロロキンの使用につながる。また、16世紀からは、ヤナギの木の皮から得られるサリチル酸がリウマチの治療に用いられ始めた。 関節リウマチを初めて明確に記載したのは1800年のことでサルペトリエール病院のオーガスティン・ジェイコブ・ロンドラ・ボベイの論文においてである。リウマチ熱の用語を初めて用いたのはデビッド・ダンダスで1808年のことである。全身性エリトマトーデスによると思われる皮疹を最初に記載したのはフェルディナンド・ホン・ヒーブラである。教費症の名称は 1847年、エリー・ジントラックによって初めて用いられた。同じ1847年には、アルフレッド・ B ・ゲレットが、通風患者から尿酸を検出する方法を確立した。また、関節流待ちという言葉を最初に用いたのもゲレットで、1858年のことである。1862年には、モーリス・レイノーが、レ能ノ現象を報告している。 1866年にアドルフ・クスマウルトルドルフメイヤーは冒険例を犯していた新たな疾患に対して血節性動脈周炎なる疾患名を冠した。1886年にはエルンスト・エルワーグナーが多発性筋炎の用語を初めて使用した。皮膚筋炎は1891年にハインリヒ・アンベリクトが記載している。 全身性エリテマトーデスの内臓病変を最初に記載したのはウィリアム・オスラーで、この時はエクスデイティブ・アロシーマという名称が用いられていた。また1899年にドイツの製薬会社バイエルからアスピリンが発売され、薬物治療が始まった。進行性全身性教皮症という言葉を最初に使用したのは1945年の RH。 ゴッツであるが、現在では進行性という言葉は適切でないとされ、用いられない。全身性硬化症と呼ばれることが多い。ジェイコブ・クラッターグとロッテ・シュトラウスが抗酸球性多発血管炎性肉が首相を報告したのは1951年のことで、ある。1964年、リチャード・エイチ・ウィンター,バー・バウアーが CRST 症候群を記載した。近代に入って、 全身性エリトマトーデスといった古典的なリウマチ疾患をはじめとした様々な疾患の病態が解明されていきリウマチイコール関節を犯す疾患といった概念でまとめるのが難しくなり臨床像による概念から病態による全身の臓器を犯す疾患という概念に発展していっていったそこで現在では 病理学的にこれらの疾患がコラーゲンのある部位が侵されていたということに由来して抗原病、コラーゲンディジージスという疾患概念が誕生し、またコラーゲンのある部位とは専門的には結合組織と言われることから結合組織病とも言われる。日本でも現在は一般的に抗原病という呼び名が定着している。また最近では病態として これら疾患の発症には免疫が関与していることが判明しており、自己免疫性疾患という概念が確立され、抗原病だけでなく、クローン病や海洋性大腸炎等といった幅広い疾患を含んだ概念が確立してきた。抗原病は全身疾患であると言われる。すなわち、心臓病は心臓に、腎臓病は腎臓にしか病気が起こらないのに対して、抗原病は 体中のありと、あらゆる臓器に病変を起こし得る。ただ、その中でも病変が起こりやすい臓器と起こりにくい臓器があり、特に皮膚病変と肺病変は多いのだがその理由は定かではない。また、複数の抗原病が合併する場合もあり、時にオーバーラップ症候群と呼ばれる。抗原病はその免疫異常をきたす原因がわかっていない。しかし、 分子標的治療が進展しつつある現在、その経過、用語は劇的に変化しつつある。リウマチの発症は男性より女性の発症が圧倒的に多い。このため、老年女性の病気と思われがちであるが、年齢層としては20代後半50代の壮年期の女性に後発する。また小児リウマチという10歳から16歳頃が発症するものもある。 そのほとんどすべては発症原因がわかっていない。唯一の例外がリウマチ熱であったが、現代では稀な疾患になっている。したがって治療方針は対症療法になる。リウマチ科の扱う疾患は免疫が大きな役目を果たしており、免疫の力を弱める薬が治療において有用である。そのためステロイドやがんの治療にも使われる。 免疫抑制剤などが免疫力を弱める薬として、リウマチ化でも利用されている。20世紀末頃から分子レベルまで解明された、病態生理学を利用して、分子レベルで疾患を抑えにかかる薬も現れている。現在は遺伝子組み換え技術を用いて創生された、リコンビナントタンパク、モノクローナル抗体により、特定のサイトカインネットワークを遮断する試みが、うまくいき、 次々と新薬が投入されている。特に目覚ましいのが関節リウマチであり、インフリキシマブ、エタネルセップとト,トシリズマブ、アダリムマブ、ゴリムマブなど次々と効果の大きい新薬が使用開始されている。インフリキシマブは難治性の多くの関節リウマチ患者に劇的な治療効果を示すのみならず、強直性脊椎炎、目、ベーチェット病、クローン病など、 その他の疾患にも、その治療応用を広げている。また感染は、滑膜の代わりに角質が増殖する疾患と判明し、アダリムマブは海外同様に日本でも保険適用となっている。しかし、リウマチ、抗原病に関しては、疾患群として巨大であり、先進諸国の資金援助が豊富に受けられる医療分野でありながら、21世紀に入ってもこの、 疾患が起こる原因の手がかりは突き止められておらず、治療はすべて発症後の対象療法であって、リウマチ、抗原病患者のほとんどは治療のために薬を一生飲み続けることを強いられる。これら多くの薬剤も病気を完全になくすことはできず、病気の真の発生基準とその治療法の発見が望まれる。長層関節リウマチでは、感知し、 服薬を必要としない例もわずかではあるが、見られるようになっているのは朗報である。鑑別ここではと表現した場合、鑑別は表。一のようになる。通風については、リウマチ学の対象に含めるグループと、代謝学の範疇に含めるグループがある。ありがとうございます。